はい、皆さんこんにちは、かぶくんです、えー、今日はですね、えー、ハニー・ユズル選手の今シーズンの作戦についてお話ししていこうと思います、えー、一つ目、えー、今シーズン全ての試合に出ないということですはい、えー、今シーズン全ての試合に えー、出ないということなんですね。はい。えー、これどういうことかと言いますと、あの、今シーズン、羽生くんは、グランプリシリーズに今のところ欠場するというふうに発表しているんで、えー、グランプリシリーズだけ、えー、欠場するんじゃないかって思われている方も非常に多いと思うんですけれども、あの、今シーズンすべての大会に欠場する可能性も、作戦としてあり、えー、なんじゃないかなというふうに思っております。えー、これなぜかと言いますと、あの、行方をくらます作戦ですね。これ実は、あの、作戦に 2, 2つ目の、の 作戦2つ目っていうのが行方をくらます作戦なんですけどこれどういうことかというと、えー、2つぐらい効果があってまず1つ目がですねえー、っと選手に対するプレッシャーの変な与え方ですね、えー、羽生くんの進捗率進捗率が分かんなくなってしまうっていうのがあると思うんですね、えー、ですので羽生くんのライバルに当たるネイサン・チェンや、えー、それから宇野昌磨選手や他の選手の先生方もですね羽生くんの状態を確認しながら、えー、選手には羽生の状態を確認しながら 羽生君はこのように進んでいくから、ね、このような対策を取ろうって各国、まあ、特に日本よりも各国ですね、ロシアとかアメリカとかに対しての,その威圧ですね、まあ、その羽生君の進捗性、どこがどのようにコンディションがいいのか、4回転ジャンプの調整はどうなのか、4回転アクセルはどうなのか、スタミナはどうなっているのか、このようなことがですね全く把握することができないわけですね。はい、であともう一つ もう1つ、油断を与えるということがあるんですが、まあ、このなぜ油断を与えるのかと言いますと選手って試合に出ていないと試合慣れをしていなくてあのちょっとこのはあの久しぶりに試合に出るとです、ね、失敗が多くなってしまう。 だから、羽生選手が今シーズングランプリシリーズに欠場するということはあの羽生君にかなり不利になっちゃうっていうふうに思う選手が非常に多いんですね。えー、てか、実際そのようなことになることが多くてですね、えー、試合慣れができずに、えー、あの試,合が試合慣れがです、ねえー、止まってしまって、まあ、実際に、ね、世界選手権で失敗する選手も結構多いと思うんで。あの 一般的に一般論として考えると、まあ、羽生君がグランプリシリーズに出場してこないというのは、まあ、むしろ他の選手にとっては有利になることがあるということですね。はい うん、なんだけども、えー、ただ、ですね羽生選手は、えー、油断、その試合なりていうのはあんまり関係ないかなと思ってます、まあ、それはもちろんピョンチャンオリンピックっていうのもあるんですがただ、ですね今回はピョンチャンオリンピックの再現がちょっと通用しにくい可能性もありますというのもネイサン・チェン選手がかなりの、えー、パフォーマンスで、えー、来てますあの、過去最強のスタミナと、えー、振り付け、えー、そしてあの、まあ、ジャンプはちょっとレベルがちょっと下がったのかなと思うんですがあの。 4回転フリップとか4回転ルッツを2つね、えー、まとめて入れていないんで少しレベルを下げた。 っていうのはあるんですけれども、まあ、それでもテクニカル的にはレベルが高い状態、えー、そして、えー、表現力、特に振り付けですね、振り付けのコミカルさっていうのがもう圧倒的にすごいですねあの、独特な動きが非常に多いので、えー、まあそういったことを考えると、まあ、去年、えー、ピョンチャンの時よりもかなりのパフォーマンスで、えー、仕上がっているというふうにも思います。マニア・サン・チェン選手としても集大成で、えー、とあのかかってくると思うんで、まあ、これまでのピョンチャンオリンピックとかとは並大抵の、えー ものではなないかなと考えておりますねはい考えてるっていうところあると思うんで、えー、まあ、そうですね、相当な羽生選手も作戦を立てなければ、北京オリンピックで金を取るのがかなり難しいっていうのが、今の現実かなっていうふうにも思います。まあ、ただ、これはオリンピックシーズン始まってみないと分かんないんでね、えーまあ、その都度また解説の方をしていくんですけどもね、はい。まあ、そんな感じが作戦で、あともう一つとしては、まあ、その自分の行方をくらますという作戦がどこまで通用するのか分かりにくいってなあるんですが、 えー、やはりファンですね、えー、ただ、羽生選手の、えー、特徴としてファンが周りについてくる方うが、まあ、興奮するっていうのがあるんですけどもやはり自分の伸び伸びとした環境を構築するためにはね、えー、少しこう、まあ、あの孤独になって、ねえー、練習をするっていうところも、まあ、ある程度急成長する、まあ、急成長する急成長するときって基本的に友達がいないときなんですよ。うんまあ、これれ心理学ととかかねね、えー、それから、まあ、もっとこの経営者の、ね 自伝とか見てますと、あの急成長するときって、基本的に友達いないんですね、うん、これ結構意外と知られていないんですけども、友達がいるときよりも、友達がいないで孤独のときの方が、えー、本当に圧倒的な成長もこれですね、圧倒的な成長を見せることができるんで、もしかすると羽生選手は誰ともね、えー、あの会話もせずに遮断をして、えー、とにかく、まあ、あのテントを張ってね、まあ、そこに逃げ込んで、えー、もう逃げる。 まあ、つまり逃げるっていうことですね、作戦としては。うんまあ、逃げるんじゃなくて、逃げてテントを張って、そこの下でこう作戦を練って、ですね、えー、また次の戦いに向けて準備をするっていうところを今やってると思うんですよね。うんまあ、その作戦の立て方も、えー、やはり、まあ、羽生選手しか知らないと、うんまあ、そういうところがですね、まあ、彼の、えー、作戦、そういう時代が彼の、えーそうですねまあ、戦略になると思いますね。 まあさっきも言ったように、まあ他の国の選手だったりとか、国の他の国、特にロシアですね。まあアメリカもそうですけどもね。はい。まあ韓国もそうですけどね。え、他のえ国に、その、羽生君のえ進捗率、これを分からせないために、試合に出ないっていうのは、まあそんなにえ悪いことじゃないんじゃないかなと思いますね。はい。 まあそれが羽生選手の作戦になってくるかなと思いますね。 はい。では、ここからですね、テクニカル的な作戦についてお話の方をしていこうと思います。まあ、今はどちらかといったら、えー、精神論的な、ね、お話になったかと思うので、えー、ここからは、まあ、テクニカル的にはどのような構成で、北、え、京、ー、だったりとか、まあ、もし今シーズンね、全日本選手権に出場するんだったら、えー、その全日本選手権でどのようなテクニカル的な作戦で挑むのか、まあ、それについてですね、えー、お話の方をしていこうと思います。はい。まず、今シーズン、グランプリシリーズに出ない ということで。あのー？ まあ、一発勝負になってしまう大会もあるかと思うんですから、もとりあえず全日本選手権も開かれるかどうか、今現在怪しい状況ですので、えー、やはり目標が持ちにくいという中で、ですね試合に向けた練習ができないというのがあるわけですね。全日本選手権も、もしかしたら開かれるっていう程度で、確実に開かれるかどうかは分かりませんので、試合に向けた練習っていうのはしないことが多いと思います。試合に向けた練習よりも、技術の向上やス、スケーティングの向上、それ それから基礎練習 基礎体力の向上、スタミナや筋力ですね、それから踊り、振り付け、その辺に重点的なものを置いて、滑り込みを、滑り込みというよりも、どちらかといったら一つ一つの基礎の技術ですね、それを高めていくというふうに考えられます。試合に向けた練習と何が違うのかといいますと、試合に向けた練習というのは、音楽の中で技が決まるかどうかというところを重点的に練習していきます。例えば、羽生君ですと、ショパンのバラードがありますが、 ショパンのバラードの曲を、ね、何度も流してこの辺で転倒しちゃったらどのように合わせるべきなのか音楽を流した時のジャンプの状態と音楽を流していない時の音楽の状態って実は違うんですね非常にこれやあの難しい見ている方にはあんまりこう想像つきにくいっていうのがあるんですけどもあの試合に向けた練習っていうのは音楽を聴きながらジャンプをする。 っていうのがあるんですがあの音楽が流れている状態でジャンプをするとですねあの慣れていない時っていうのは焦ってしまうんですね、えー、ここでジャンプをこの音楽のこのパートで必ずジャンプを 飛ばなければいけないっていう風になって、ちょっとこう切迫感って出てきてしまうんです。なので、普段こうできているジャンプ、例えばじゃあ4回転トール,回転トー,ループがね、100%試合で降り入れていたとしてもですね、音楽に合わせると、合わせるとなんと実にですね、えー、本当にこれまでできていた技術の7割以下ですね、70%以下になっちゃうんですよ。つまり、えーまあ 失敗する可能性が音楽を流してやった場合の方が圧倒的に高いんですね。なので、これまでは順調に例えば6分間練習とか6分間練習とか公式練習の音,音なしではですね、非常にジャンプが綺麗に決まっていたのに音楽をかけて曲かけの練習でジャンプをやったりすると全然ね、決まらなかったりするっていうことも全然これありますね。うん、なので、まあ、そういったその それがですね、曲をかけても、曲をかけて、むしろ曲をかけることによって、ジャンプが決まる。あの逆になってくるんですよ。だんだんね。うん、試合に向けた練習では、基本的にその、 音楽とジャンプがマッチングするんで、むしろ逆に、あの単独のジャンプや、えーえー、とスピンとかだとですね、やりにくかったのに、曲をかけた方が、あのジャンプや、えー、スピンの技術がですね、えー、結構いいものが出てたりするってのがあるんですよ。これね、フ,ォロ,ーフォローになるって言うんですね。これね、あの僕だけが言ってるのかな。えー、フロー状態になるって言うんですよ。もう本当にフロー、まあ。つまり、頭がもう世界、その、もうそのなんて言ったら、もう,もうダンスの、こうなんていうか、そういう感じ。もう自分のワールドみたいなね。 カブワールドみたいになっちゃうわけです羽生君だったら羽生君ワールド。もう曲が書けたらですねこれまであの練習では飛べてなかったジャンプまで曲に任せてジャンプをやっちゃう曲に任せてスピンでやっちゃう疲れていてもできるみたいなそういったアドレナリンとかもね曲とともに入っていけると思うので、まあ、それが羽生選手のすごい強みだと思うんですよね。うん、なんだけどもあの今シーズンはまあそういう練習よりもまあ一つ一つの、ね、個々の技。 ですね、4回転アクセルなら4回転アクセルとかね、えー、それから4回転、4回転、4回転,4回転のコンビネーションジャンプとか、まあ、そういった個々の技に、えー、注力、今までできなかった個々の技に、えー、注力していく、まあ、そして、えー、それを、まあ、組み合わせるのは、まあ、別にね、全日本選手権の直前でもいいよねっていう、まあ、そういった、ね、感覚でもあるのかなと思いますね。うん なので、なかなか目標が持ちにくい、どの試合が開かれるのか分からない状態で、一番やっていくのは、とりあえず試合に向けた練習よりも、そのような一つ一つの技を磨いて、ですねできなかった技を増やしたりとか、柔軟性を高めて、ビールマンスピンを美しくしたりとか、そういった技を、一つ一つの技を磨くというような練習をして,いるしていくんじゃないかなと思ってますので、今シーズンのね、特に半シーズンです。このシーズンの中の 半分はおそ、まあ、らく出ないといとう気持ちで、まあ、あのもっと言うと全日本選手権も出ないという感じで、えー、もうとにかくもう世界選手権だけを、ねあのー、目指すみたいなそういう感じもありかなと思ってます。というのも世界選手権、まあ、普通上ですとあの今シーズンかな、えー、と今シーズンは、えー、あれ今シーズンがプレシーズンだってのはちょっと待ってくださいね。 すれ、今シーズンプレシーズンですね。なので、えっと、来シーズンがプレシーズンだって、2020年ですよね。2020年、2021年シーズンだから、あの、そうですよね。えっと、2021年、2022年。来シーズンがプレシーズンなの今シーズンプレシーズンですね。だから、うん。だからそうなった時に、やはり、えっと、今シーズンかなり本当は大事になってくるわけですよ。今シーズンプレシーズンだ。ごめんなさい。だから、世界選手権で、えー オリンピックの枠が決まるわけなんでね。そうですよね。オリンピックの枠が決まるわけですよね。そうだよね。確かね。だからまあ、えー、っと、それね、2022年。 1> 1年だかね、今2020年で2021年世界選手権が、ね、そうそうだから今シーズン世界選手権がおそらく開かれればまあ通常ですとオリンピックのえー、っと枠取りになるんで、まあ、非常に重要なシーズンなわけなんですよねうんなのでえー、っとの普通に考えてあのー 世界選手権に羽生選手が全日本選手権に出なくても出場する可能性はかなり高いというふうに思うわけですよね。うん。まあ、だからその世界選手権も、極論から言うと世界選手権だけに向けて準備を重ねるということで、4回転アクセルというよりも、枠取りができるような感じの、いつでも試合に向けて、 まあ、今シーズン、だから、グランプリシリーズ欠場するということは、グランプリシリーズの期間中は、技術に集中して、そこからは、全日本選手権には、まあデレだデレ、出れたと、出れたと、間に合ったとしたら全日本選手権。間に合わなければ、全日本選手権から世界選手権に向けて、その全日本選手権まで頑張ってきた、え、ー 保護の技術の練習に加えて、曲録書きの練習をやっていれば、まあ、世界選手権でね、えー、見事なパフォーマンスっていうのを発揮できるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、そういった感じで、えー、もう頭の中で構成できていると思うんで、グランプリシリーズに出ようかなとか、なんかもう、グランプリシリーズが開かれるかどうか分かんない。こういう時は、むしろもう出ないって言っちゃった方が、もうそこに関しては目標にする必要はないんで、まあ、頭は楽になるんで、ねえー、そっちの方が、まあ、かなり、えー、いいんじゃないか で今シーズン、多分出場してくる選手も限られてくると思うので、まあ、そんなにラッキーにならなくても、ね、いいんじゃないかと思いますね、はいまあ、ただ、宇野昌磨選手は、ねえー、とりあえず出れる試合には出ていくスタンスで、まあ、彼の場合は試合をやっていくごとに、あのー、試合でこう感覚を植え付けてや,や,やっていくそして課題を見つけてやっていく、まあ、本当は、ね、羽生くんもそうなんだけどねなんだけど、まあ、宇野昌磨選手はまあそのような感じでいくということなんで、えー、またね世界選手権で激突。 どうすするるんんだななとかって思いいがら、はい、いるんですけどもね、うんはい、でオリンピックで誰が出るかについては今度もお話しするとして、まあ、羽生君の、えー、作戦に関しては、まあ、こんな感じと、えー、とにかく、えー、行方をくらます、えー、羽生君の、えー、成長率進捗率ですねそれが、えー、分からない屈させることによって、えー、他の選手を惑わせる。 テクニカル的に考えると、個々の技をやる。4回転アクセルとかね、うん、そういった4回転4回転とかね、えー、そういった個々の技を磨き上げる。そして、えー、全日本が終わるに12月25日あたりから、えー、曲過程の練習を組み合わせて、えー、世界選手権で 短期的にやっていくと。まあ、羽生選手の,目標あの特徴として短期集中型だと思うんで、まあ、1週間くらい練習期間があれば戻しちゃうっていうのがあるんで、まあ、あんまりね、心配はしないといいんじゃないかなと思いますね。はい。まあそういう感じになります。はい。それではね、ちょっと羽生くんが新しい衣装とかね、今シーズン見れなくて、えー、新しいね、プログラムとか見たかったっていう人も多いと思うんですけれども、まあ、曲に関しては、 一番気になるのは曲ですよね。何の曲にするのかなってね。ねおそらくだけども、えー、これまで使ったフリースケーティングをショートプログラムやったりとかね、例えばオリジンをねショートにしたりとかで、フリースケーティングを昔使ってた、えー、そうですね例えば、生、う、ー、んまあ、だけども違うパートを使ったりとかね。うん まあそれともフリーだけは変えてくるか、まあ、あるいはあのー、もう全く新しいプログラムを用意しているかだからまあ作戦のもう一つとしてはもう本当に、えー、もうこれまでの羽生結弦市場ね えー、もう羽生結弦君がもうもう登場してから、えー、これまでのすべての集大成のプログラムっていうのをもしかしたら用意しているかなとも思いますね。うん、それを考えた時にですね、えー、一体どんなプログラムなのかと、うんまあ、もう想像がつかないですね。うんまあ、それもそういうことだとしたら。 もしかしたら、もしあの羽生がね、今シーズン出ないことが新しいプログラムを用意するために出ないっていう、まあ、あの新型コロナなんか出ないっていうのがあるんだけどもでもね一方でやっぱり作戦はやっぱり合うと思うんですよ選手だからねだからまあ、もしかすると新しいね、何かをあのこの心にね、秘めたすごいプログラムを準備してるんじゃないかなと思うんですよ逆に皆さんが羽生選手だった場合は、まあ、そのようにね、考えると思うんですよね。 だからまあこれまでの羽生選手の誕生からえ引退にかけての,その集大成のとりあえず、この後も引退しない可能性も高いんですけどもね4回転アクセルをやるまではでもとりあえず1つのですね区,切りと区切りとしてすごいねプログラムを用意してくるんじゃないかなとまあ僕の予想としてはえまあ国、日本の音楽ですねまあそれでえ生命に変わるようなプログラムを 用意して感動的なフィナーレを迎えるのかなと。うん、まあ、それが、それもですね、作戦なのかなって、これが一番実はぶっちゃけ痛かったんですけどねうね、ん、まあ言っちゃうと悲しくなっちゃうので、ね、一番最後にしたんですけどね、うん、実は僕の頭の中に羽生くんのプログラムもできてるんですよ。まあ、それはね、いいとして、はい、皆様ね、じゃあ今日も最後、えー、までご清聴いただきまして、ありがとうございます。えー、ではまた今度